それではアメリカ流れ物のコーナー、映画評論家町山智博さん、今週は帰国されておりましてスタジオ生出演です。こんにちは、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。どうです。そして今日は町山さんともう一方スペシャルゲストも一緒にお越しくださっています、うん、さあ町山さん、町山さんからご紹介いただきましょうか。はい、切り通し利作くんと言いまして、はい、くんって言っても1964年生まれだからもう50かね、僕は本当に長いんですよ彼とは。あ、そうですか。何年なる最初になったから90年ぐらい、1990年ぐらいになってるか、ね、90年ぐらいだね、89年とかそのぐらいになってるか、もうすごい長いんですけど、なんか20もう25年ぐらいぐらい、四半世紀付き合い、今50歳なんですけど、はい、半分以上が。彼大学出てすぐですね、僕は。で、彼の最初の本僕が編集したんですよ。っていうか、町山さんに僕は著述業として世に出していただいたんで、あら、そうじゃなかったら今ここにもいなかったっていう感じ。そうですか。ちょっとね、まずはプロフィールご紹介させていただきますが、切通利作さんは1964年東京都生まれの文化批評家でして、現在、50歳になられるということ で、はい、でお名前がね、ペンネームのようですが、これ本名の切通利作さんでございます。本名なんですね。そうなんです。で、編集者を経て1993年に怪獣使いと少年ウルトラマンの作家たちでデビューされました。これは町山さんが作ってくれた、はい、そうなんですね、はい、で、批評集としてお前が世界を殺したいならなどを出版され、武装なタイトルなこれは町山さん怒られた本、そう、武装だからダメって。そうですね、今みたいに言われたんですね。その時は武装だな。宮崎駿の世界でサントリー学芸賞を受賞されました。映画やドラマ評でキネマ旬報、映画秘宝、映画芸術などに寄稿され、新聞各紙や週刊誌でもコラムを執筆されています。特撮アニメについての執筆も多く手掛けていらっしゃいます。そして11月6日には構想取材に20年かけたという評伝、本田四郎無冠の巨匠が発売されます、はい、ということで、はい、これがやっと出たんですけど、はい、20年かかって、これ僕が20年前に、はいはい、出すはずだったの本なんですよ。担当編集者としてやってくださるはずだったんだけど、僕は書けなくて、まあ、逃げ回ったりしていて、超大作ですよね。2年かかったんですよ、これ。こちらとんでもないですよ。で、これ本作る前にね、はい、いろんな人に取材行ってるわけですよ、一緒に僕、桐野志君と一緒に。もうその人たち申し訳なくてね、本が出ないからいつまで経っても。あの取材は何だったんだと。どうなってんだよ。20年ぶりに本が出ましたって手紙を出したんだけど、はい、受け取ったもびっくりするんじゃないかな。いきなり、あれまだ生きてたよって言って、どうなってんのと。もうみんながもう、あれ結局何だったんだろうなって言って、もうすぐ忘れたぐらいの時に。やってたんだみたいな。申し訳ない。でもそういう意味では本当に思い入れもあるご著書になりますよね、今回。いや、もう逃げま、そのたんびん町山さんが僕は外で何しようと、あ、まだ、あの本まだ、だって20年前だって僕らもうその頃あれですよ、童貞ですよ。そうじゃない、そんなことはそんなことはないですけど、いいんですよ。そんなことは結婚はしてなかったですか。結婚してなかったね。そうですね、まだ子供ですよ。もうツルツルでしたよ、子供。いやいや、成長遅すぎるでしょ。あ、そうか、木津さんもやっぱね、町山さんもそうそうって言ってますけど、そうそう、釣られて思わず、この船乗っちゃダメです今の。町山さんもずっと出せるの、すでにキャリアありましたから。僕はもう全然初めてに近い。20年間もそのなぜに逃げてたんですか、そのもう。いや、町山さんの構想が壮大すぎて、うん、僕 の、 知識量じゃ追いつかなかったっていうことがあって、ね、じゃあやっと今追いついて、うん、いや追いついてはいないんだけど、当時よりはややマシになったりとか。でもお二人はどうしてもやっぱこの本田四郎さんについて書きたいと。そうなんです。だから本田四郎さんが亡くなって1年ぐらいした頃だっけ。そうですよね、その頃なんですけど、はい、で、本田一郎監督っていうのはゴジラ一作目の監督なんですよ。はい。で、その後もずっとゴジラシリーズを、まあ、昭和に作ってたんですけれども、うん、あまりにもその亡くなった時もゴジラの監督として紹介されるだけで、その映画作家っていうか監督としての評価っていうのはほとんどちゃんとされてなかったんですね、当時。うん、で、ただ僕とか桐通君とかその怪獣マニアの人たちの間では、はい、本田監督の作品というのは他の監督の怪獣映画とは決定的に違うものがあって、明らかにこれは本田さんの世界っていうのがあるんだけど、それをなんとか文章にできないかっていう気持ちがすごくあって、で、その中で一つ大きかったのは、これここから話すことはちょっと桐戸氏は関係ないから僕の意見なんですけども、ゴジラっていうのはやっぱ本田さんの作品なんですよ。でもそれをあまり強く押し出すと、ゴジラっていう商品の版権の問題に発展しちゃうんです、これは。だから本田さんっていう作家のそのなんていうか、ゴジラに対してどのくらいの力を持っていたか、どのくらいの想像力っていうのが、ゴジラに関してその本田さんの想像力が大きかったかってことを強調すると、
ゴジラの半径を持ってきたら困るわけですよ。あ、こういう問題があって、これは僕の意見なんですけど、その時僕が秀吉君にその本を書いてほしかった理由っていうのは、あの青色って書いて生殖って読みますけど、はい、生殖ダイオードと全く同じ問題なんですよ。はー、要するにあの中村修司、はい、先生がね、あのある企業の中に入っていて開発したんだけれども、その要するに発明者としてのその権利であるとか、栄誉であるとか、利益っていうものをちゃんと得られなかったと、いうことがありますよね、それで結局彼は会社飛び出して、日本飛び出してみたいなことになったんですけども、そういう問題っていうのは常に起こってるんですよ。映画の世界でも一番大きな問題で、これはもうすでにもう過去のことなんで言っていいと思うんですけど、ウルトラマンシリーズってありますよね、はい、でウルトラマンのデザインをしたり、ウルトラマンの怪獣バルタン星人とか、そういうのをデザインした人は成田徹先生っていうあの人だったんですね、はい、デザイナーの。ところが彼のところにはその後ウルトラマンでもうあれだけずっとお金儲かっていたのに全然お金入らなかったんです。それはウルトラマンを作ってたつぶらやプロっていう会社自体がの、彼は社員だったんですよ、そのデザインした時に、で社員だった時にやったことっていうのはさっきの、あのダイオードと同じことで、社員を辞めた後に それが どれだけ利益を生んでも入ってこない、へー、そっか、そうですね、だからどこでもそうですよ、はい、だからあの僕なんか出版社にいて編集した本っていうのは、はい、僕は会社辞めた後文庫になったりしてるんですよ結構、はい、でも何も入ってこないどころか何の連絡もないんですよ。でもその本っていうのは全部僕が作ったものなんですよ、でも入らないですよ、はい、それは、でそういう問題があるんだけども、ただ映画って芸術じゃないですか、はい、芸術の場合はそれでいいのってことがあるわけですよ、すごく根本を作ったものにちゃんと入るもの入らないと、そう、ただやっぱりそれだとやっぱそういうことを言い出すと困るからってことでもって、そのゴジラの半径を所有したい側の方はあれは共同作業だったんだと、ね、会社のものなんだってことを強調するようないっぱい本を逆に出したり、そういうその路線の本を出したりするんだけど、で本田監督っていうのは非常にその、謙虚な方でですね、そういうこと言われても僕の作品じゃないよって言っちゃう人だったんですよ。あ、だから作品はみんなのものだからっていうね、人なんですね。僕のことあんまり特別扱いしないでほしいとか、ね、そう、それ謙虚すぎるんですよ。ほとんど全部作ったと言っても過言ではない。いや今回ね、この前書きにもありますけれども、あの巨大ロボットを怪獣と戦う映画、パシフィックリムでエンドクレジットの最後にお名前も出てくる、そして2014年のハリウッド版ゴジラで渡辺謙さん演じる博士の名前が石郎であったというのも、この本田さんからお名前を取られてる、そうなんです。だからね、これ面白いな、日本ではそのあんまり評価がされないように、要するに会社ぐるみでもって本田さんの評価を下げないとまずいってことで下げてきたんですけども、海外ではそんなこと関係ないわけですよ、ゴジラシリーズっていうのは本田監督の作品だけ特別であると、これはすごいってことでもって評価がすごく高いんですよ海外では。でそれこそフランスとか、あの、まあ、アメリカでは本田さんっていうのはそのもう巨匠なんですよ。は、黒澤明とか、まあ、宮崎駿監督とか、溝口健二とか、あの小津安二郎監督と同じもう日本を代表する作家なんですよ。日本が誇る作家なんですよ。だからフランク・ヘネン・ロッタっていうね、監督なんかはもうヒチコックと匹敵するっていうわけ、で僕なんかは怪獣好きだけど本田さんも好きだけど、でもそう言われて、はっとさせられて、あ、日本人と比較して考えたことが一度でもあっただろうかっていうふうにね、私もねちょっと今回桐藤さんのご著書読ませていただいて、ちょっと本田監督の作品が見たいなと思って、初代のゴジラとマタンゴ見ました、勉強家だな、マタンゴすごかったでしょ、マタンゴすごかった、マタンゴすごいでしょ、ヒッチコックじゃないけどそういうなんかじわじわくる怖さ、マタンゴ水野久美さんが、綺麗な水野久美さんがキノコを口に加えて、あっておいしいわよって、すごい子供の時本当に困りましたね、見た時どうしようかと思いましたよ、強烈でした。男は醜くキノコを食べて崩れるんだけど、女は色っぽくなるんですよ、そうどん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 エロくなっていくんですよ、なんだこれ、どん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 エロくなるんですよ、キノコを食べるとエロくなるで、私とスーパーマリオがそうだったら大変ですよピーチ姫はね、えらいことになっちゃう、大変なことになりますよ、救う動機が変わってきちゃうって大変なことになりますよピーチ姫がね、もうズーンときますよ、なんか、あ、そう、マタンゴはすごいですよ、南の島に金持ちのボンボンたち遊びに行くと、そこ食べ物がないんで、でもキノコはあるんですよ、それを食べると男は怪物なんだけど女はどんどんセクシャルになってくる、それの監督が、そう本田監督の作品なんですけども、あとゴジラの方はすごいでしょ、すごい初代すごいんですよ、やっぱり、ね、面白いですし、あとね、あの私が思ってたよりゴジラがなんか可愛いというかね、ちょっとかわいそうみたいな、
あの鉄流電熱線みたいなのでやってる時も別に動いてるだけなのに、まあ街中壊してしまうんですけど、なんかちょっと 手とかも短いじゃないですか。なんかね、可愛いし、ちょっとなんかかわいそうにも見える、なんかそういうちょっと悲哀みたいなのも感じるゴジラなんですよね、ところもあるんですよね、そう。だあれはすごくその、まあ、それ見た三島由紀夫先生とかね、まあ、いろんなその日本 の、 その、まあまあ、哲学者であるとか文学者であるとかもういろんな考察をするぐらい深い話だったんですけど、でゴジラっていうのを作った時、日本では今津村英二が作ったみたいに言われてるんですね、特撮監督の。でもゴジラってね、この本にも書かれてる通りに、津村英二さんはその時はカメラマンなんですよ、特技の。その特殊技術のもちろんチーフであったけれども、はい、監督は本田一郎さん一人で、予告編にも監督本田一郎って出てくるだけなんですよ、はいはい、そう。だからもう全部コントロールしてるんですよ、はい、で本田さんっていうのはそのあの他の映画監督と違ってコントロールがすごくて、映画全部徹底的にコントロールするんですよ。最初の デザインの段階、企画からもうシナリオ、セリフで、どのくらいコントロールしてるかっていう面白い話があって、はい、ちょっと今音楽かけてもらえますか。はい、すぐかかるかな。あ、俺これはささん聞いたことありますよ。はい、どなかさくやインドムご機嫌で歌ってましたね、松山さん。これあの本田監督のモスラの、はい、モスラって映画の主題歌なんですけど、はいはい、これ何語かわからないじゃないですかね。確かに、これは何の言葉なんですか。いや、それはあのなんか要するにいろんなね、あの現地の言葉を、はい、研究して、それでこうあの本田さんが自分の日本語の言葉を訳してもらった、なんか助監督の人がなんかそういうの知ってたっていうのね、南方の言葉をね。でこういう歌も要するに監督が作詞をしちゃうんですよ。へえ、何でもそういうところまで、すごい細かいところまで自分徹底的にやるんですよ。だからこれで僕は非常に申し訳ないと思ってたのは、それが分かるには本田さんがその作品を作るときにその、メモとか脚本とかをいっぱいそのいじってるその証拠みたいなものが存在するんですけど、それを全部保管してる先生がいるんですよ、日大の。名前出していいの、ね、あの田島先生って、っていうか寄贈したんですよね、あの亡くなった時で、そこに僕行ってんですよ、桐通君と一緒に。宝の山なわけですよ、でえっていう、もうメモとかあの落書きとかで分かるんですよ。あ、これは元はこういうシーンだったのかとか、ここのセリフは本田さんが書き直してるんだとか、全部分かるんですけど、でそれから20年ですかね、資料を見せてもらってから山ほどあって、資料が、いやその資料をね整理するのが大変だったんですよ。見続けて見続けて、そうなんです、整理して、でこれこの本480ページあるんですけど、今さっき控室で松山さんが怒られたのは新章ぐらいのね薄算するべきだったって言われるんだけど、でも、ね、これにまとめるだけでもね、確かに相当な、もう読み応えすごいですよ。まあ、要するに監督って何をやってるのか、原作者っているんですよ、ゴジラって。小説家の加山茂っていう人が、だからそういった意味では本田さんっていうのは途中から入ってる監督なんですよ、そういう意味では原作者じゃないんじゃないかっていう言い方ができるわけですよ。でもゴジラで我々が印象に残る、見たら印象に残る部分とかっていうのの、例えばゴジラが死んだ時に、あのゴジラが最後の一匹だとは思えないとかっていうのは、その前加山さんの原作原案では、原水爆実験はもう今後やらないようになったみたいなハッピーエンドなんですよね、つまり核実験がゴジラを生んじゃったから人類反省しましたみたいな、割と能天気の終わりだったのを本田さんが、いや核時代にこれからね日本も入っていく中でね、そんな甘いラストはないだろうと、これからもそのゴジラは出てくるんじゃないかみたいなね、それが山根博士の、そう山根博士の言葉をちゃんとこう本田さんがこうあのもちろん脚本家の人と相談した上で付け加えて、テーマは実は本田さんが書いてるんですよ。それでゴジラってい いうものをその一番その問題だっていうのは、生物なのに口から光を持ったその放射能火炎っていうのをバーッと吐くっていうの自体が世界中に売れたんですけど、それまで要するにドラゴンが口から炎を吐くってなったけども、ああいう光線みたいなものを吐くっていうのは初めてだったんですよ、あの映画史上。であれは本田さんのアイディアで、要するにまあ原子炉みたいな生き物っていう考えで作られたんですけど、その時にあのこう背びれがバーッと光るんですよ、吐く前に。でガーッと吐くんですけど、あれでもうなんていうか、あれで海外の人たちびっくりしたんですね。そうなんです。これはすごいって。それでその日大に一緒に資料を、ね、見に行った時にね、こうスクラップブックを本田さんが作ってたんですよ。で評論家とかが割とこう酷評とかしててね、特撮はまあいいけどもとか見て、でその中で本田さんが自分が書きつけてた文章をその場で町山さんが読み上げたんですよ。それがこの本の冒頭にあるですね、こう批評家がナンセンスと言った、
動物が放射能光線を吐くことこそ映画的アイデアの勝利として、アメリカの人が買い付けていった、そして大当たりを取った、百科事典にまでゴジラの名が載るようになったっていうのをですね、町山さんがその場で読み上げてですね、ほらとかって読み上げたのを僕は覚えてたんで20年ぶりにこの本の冒頭にですね引用させてもらったっていう感じなんですけど、勝ったって感じしますもん、なんかね。でね、ゴジラのこの初回のやつを見させていただくと、はい、もう私なんかこう物心ついた時にはもうなんかゴジラっていうのが頭の中でイメージとしてもう世の中に存在してたんで、はい、はあはあと思いながら見てるとこあるじゃないですか。でもこれ1回目の人たちでゴジラが出てくる時の登場シーンから、はい、あの島のね、漁民の方たちがゴジラをまず見つけるとこからこう始まっていくんですけど、そこからの、あ、こんな見たこともないものを見たら人間ってこうなっていくよな、世の中にはこうやって伝わっていくよな、あ、国会でこんな議論が起きてこうなっていくよなみたいな、すごい細かいディテールが描かれてるんですよね。そうなんですよね、うんうん、そこがすごい面白いんですよ。この中でこの桐俊君のこの本田一郎無冠の巨匠の中で書いてあるのは、その彼自身は、その本田監督自身はドキュメンタリー出身なんですよ。でドキュメンタリーのように映画を撮るんですよね。そうですよね。そう、だ子供の頃すごくよく分からなかったので、自衛隊が怪獣と戦うシーンというのはものすごくリアルなんですよ、本田監督の撮り方だと、ほとんどなんか実写フィルムを切ってきたみたいな感じに見えるんですけど、実際実写フィルムを切ってきたのも使ってるんですよ。ただ違和感がないと混ぜると、ね、混ぜると分からなくなるんですよ。もともとそういう監督だったんですね。だから子供向けのものっていうのは全然考えてなくて、本当にそういう事件が起こったっていうように撮るっていうやり方の人だったんですよ。うん、だから本当にあの船が最初にね遭難して、そうそうそう、ゴジラが現れてっていうところで、うん、島の人たちに帰ってこないんだけど家族がっていうようなとことかがね、そうそう、それで係員がふっとこう耳打ちすると、はい、なんか自分の家族に何か起こったんじゃないかと思ってパーって入り口に向かって殺到するシーンがあるんですけど、はい、そこ俺ね何度見ても驚くんですよ、ね、パッて驚くって忘れちゃうんですよ、事件現場みたいな、怪獣が出てくるところじゃないから忘れちゃうんだけど、うん、見るたんびにそこでわっと緊張感が走るっていう、役名もない俳優たちの演技の付け方は非常にうまくて、あのそれは多分ね、彼自身が、あの本田監督自身が軍隊経験があって、そのすごくエキストラコントロールとか、あの汚部屋コントロールがすごくできた人だったと思うんですよ。それ本田監督のすごいのは演出芝居とかもすごくて、あの僕は東方に行って、昔東方に行くと要するにスチール写真って言って現場で写真を撮ってるんですね、はい、あの普通のそれ記録が残ってて、で全部全年が見れたんですよ。今は見れないんですけど、昔は見れて、見るとほとんど全身本田監督自身が演じてるんですよ。演じてる、驚くシーンとか、驚くんですよ、死ぬシーンとか、あとラブシーンなんか男の方も女の方もやるんですよ。ラブシーンはね、男役の人と女の役の人がラブシーンですね、はい、と男側で本田監督がこうやってやってて、女側で本田監督がやってて、どっちも一人で演じてるんですよ。すごい。水野久美って女優さんのなんかおっぱいを触ってるシーンがあるって川崎美穂さんが指摘してましたよ、ね、消化写真だよこれはって演技指導としてね、演技指導、演技指導だからラブシーンとこうやってるんですよ。で徹底的に自分でコントロールする人だったんですよね、何から何まで。本当にそういう監督ってもうその本田監督以外って今、要するに、ね、今あんまいないね。アメリカ人のエキストラとかっていうのはもう分かってて喜んでキャーとかやってくれるんだけど、はい、まあ、最近ハロウィンとかあるか分かんないけど、日本人ってテレアでなかなかやってくれないと、で照れちゃうと。だから本田監督も自分でマジでやってみせる。いやだから黒沢監督の後期の作品っていうのは、はい、あのモブシーンとかの演出ってのは本田監督やってるんですよ。それはうまいからなんですよ。あ、それができるからなんですよ、ね、助監でやってんだよね、黒沢監督の後期の作品っていうのは、だからほとんど群衆ものじゃないですか、うんうん、黒沢監督の後半の映画っていうのは戦記ものだったり、うん、戦場コントロールするのは最高にうまい人だから、そういう人だったんですけど、ただ日本では本当に評価されてなくて、うん、それはまあゴジラっていうものはあまりにも儲かる商売だったからだろうなと思うんですよね。そうです、そういう理由から世の中の人あんまりこう名前出ないようにされてたっていう考え方すごい、うん、まあ、それはしょうがないなと思うんですけど、ただ海外ではそのすごくスピルバーグであるとか、スティーブン・スピルバーグであるとか、うん、ティム・バートンであるとか、うん、もうこの間のその、ベニチェでギレルモ・デルトロ監督とかが、はい、うん、パシフィックリム、そう、本田監督っていうものをそのなんていうか、そう、黒澤明と同じものとして考えるいやだからデルトロなんかはそのゴジラっていう有名な作品の監督だから名前を挙げてるだけで大して知らないのかと思ったら、うん、そしたらデルトロが喋ってるオーディオコメンタリーを聞いたら、すごい、全部知ってるの。ツーライエージ、あとプロデューサー田中智之っていう人が
いて、ゴジラの中には中島春夫という人が入っててとか、みんな知った上で本田四郎を評価してるんですよね。そういう話をね、今度もっともっと、もあとはすごい濃い話なんで、もう時間ですよね。そうなんだ、あっという間に時間が、ライブで桐通し君と徹底的にやります、はいはい、この温度で。そうですね、はい、こちらトークショーがあるということで、はい、改めまして桐通し利作さんの新刊、桐通し利作です、はい、桐通し利作さんの新刊ね無冠の巨匠本田四郎ですけれども、はい、陽性者から11月6日税込み2700円で発売です、うん、そして今日は特別に番組お聞きの方の中から5名様にこの本をプレゼントいたします。ご希望の方はお名前ご住所電話番号を書いて tama954@tbs.co.jp までお送りください。締め切りは今日午後5時までとさせていただきます。当選者の方は番組のホームページで発表させていただきます。でこの新刊の出版を記念しまして、桐通さんと松山さんのトークショーがあるということで、はい、会場はユーロライブ渋谷、はい、開演が11月6日7日木曜日金曜日、あさってですね、はい、19時から、はい、で6日が本田四郎監督、7日が宮崎駿監督がテーマで、はい、お二人、実はこの二人はすごくよく似てるんですよ。実は、はい、そこら辺の話もトークショーで、そうなんですね、はい、いやこれちょっとまだまだ、で当日券がね、はい、あります。若干あります、はい、若干あります、はい、詳しくはユーロスペースのホームページでご覧ください、はい、はい、でそう見てみます。これちょっといやもう見たくなりますよ。そう、はい、マタンゴ、とりあえずマタンゴ見ます。マタンゴはいいですよ。マタンゴはマタンゴ見ちゃいますよ。マタンゴは絶対見たほうがいいです、ね、もうあと見とけば、見といた方がいいものは言っときます。妖精ゴラスだけ、妖精ゴラスは見てほしいですね。あとガス人間第一号、ガス人間第一号、あと地球防衛軍とどんどん増えてくる、いっぱいじゃないですか、どんどん増えてくるキングコング対ゴジラも絶対ですね。ガス人間第一号ってまあ、舞台化されたやつ僕出たんですよ。そうなんですか。ガス人間なる役、いや僕違います。僕科学者のガスマニアのやつ着てる。その監督なんですね。そうですよ。ガス人間第一号はそのね、あるそのこう踊りの家元を恋してっていう、ね、その悲しい 恋物語です。はい、そう、僕舞台化されたやつ出たの。よかったね、山ちゃん。本当に、はい、ね、まあ、これは知らなければ。本田監督の作風として悲しいラブロマンスっていうのもあるんですよ。そう、すごい悲しい。必ず真珠を選んでしまうっていう、ね、そうそう、ちょっと神秘的な役をやった八千草薫さんのコメントもあります。宇宙戦艦ヤマトが最近リメイクされましたね、アニメでね、うん、あれは実はもう妖精ゴラスを元にしてるんですよ。あ、そうですか。見ます。もうぜひ見てください。妖精ゴラス、はい、オイラ宇宙のパイロットって歌をぜひ妖精ゴラス聞いてください。宇宙戦艦ヤマトのアニメが楽しく見れる。すごいって、この2人の子も燃えますので、すごいですね。すごいスイングしちゃっても、ね、続きやトークショーで、はいはい、何か分かんないと思います。分かんないと思います、はい、お越しください。また改めて、はい、今日は初代ゴジラの監督、はい、本田四郎さんのお話を伺いました。松山さん、そして桐通さん、ありがとうございました。どうもでした。ありがとうございました。ありがとうございます。